おー、リュウジさん。ええやん。早速来てるじゃないですか。ええやん、これ。めちゃめちゃええやん。はい、タグのね、ラストデリバリーが到着いたしました。はい、これ多分前回もね、多分前回の動画でデニムをね、ご紹介してると思います。はい、こちら、ね、履いております、私ですよね。そう、それのね、ちょっと今回同時同じタイミングでね、入荷したこのコーデュロイプリントシャツ、こちらの方を今回はもうね、着用してるんで徹底解剖していきたいと思います。このバースデーチャンネルではですね、福岡市中央区大名にございます、セレクトショップバースデーのね、チャンネルとなっております。主にね、メインは、スタイリングの紹介、商品紹介、そして、香水のサノマ、そして、e バイクのスーパーセブンティースリーやアルコンのね、走行動画やレビューの動画をね、毎日19時に発信してる、チャンネルとなっております。はい、概要欄の方にね、オンラインストアの方を貼ってますので、そちらの方からもお買い物、お買い求めいただけるので、ぜひよかったらご利用ください。そしてチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。それではじゃあ早速ちょっとこちらの方を紹介していきましょう。はい、では早速今回このコーデュロイプリントシャツ、こちらの方をね、詳しくご紹介していきたいと思います。まずちょっと素材感を見ていただきましょうか。こんな感じ。これトロピカルウールって言われてる、まあいわゆるウールですね。少しこうなんかこう薄めのウールというか、あんまりゴワゴワしてないウールの上に、これ実はフロッキープリントなんですよ。なんか多分前回ユハのシャツだったかな。そう、 あのオリエンタル柄の、そうオリエンタル柄のあのシャツ、あれもフロッキープリントなんですけど、タークはねまた全然違う素材感、いわゆるまあコーディロイの素材をそのトロピカルウールの、シャツ地にね、あの植毛してるような形です。そう、なるほど。そう、これがいわゆるプリントの技術でできちゃうっていうね。そう、まあグラデーションになってる、まあ、コーデュロイの素材からウールのシャツ地に切り替わってますよっていう、そんなね、ちょっと僕も展示会で見た時にめちゃくちゃうなったシャツでしたね。確かにこれって普通に素材の切り替えじゃできないですもんね、このグラデーション感。そうなんですよ、これフロッキーじゃないとできない技術みたいですよ。そうで、今回は、これはカラーがボルドーっていうカラーなんですけど、まあボルドーのちょっとこうまあエンジっぽい色っていうんかな、そうボルドーっていうよりかはエンジ系のカラーから、まあ、ベージュに切り替わってるという、そういうちょっと斬新的なデザインですよね。素材感わかるかなこれ。一応なんかこうなんでしょうね、光沢があって、うん、表面が若干こう起毛してる感じはわかりますね。そうなんですよ、一応コーデュロイなんですけど、うん、またそのコーデュロイとはこう違った触り心地というか、まあ多分あれですもんね、A4 のフロッキープリントなんで、多分ちょっとこう普通のコーディネートとは若干違うかもしれないですね。そうなんですよね。そう、もうまさにこのデザイン性良くないですか。僕はね、そう、まあ後でちょっともう一回全身の方をお見せしたいと思ってるんですけど、ちょっとこうなんていうセブンティーズ風というか、でサイジングも割とねそこまでね大きくないんですよ。これ私が着用してるサイズで、サイズが2になりますね。そう、 M サイ、いわゆる M サイズなんですけど、そう割とジャストめ、肩周りとか本当こう肩で着ることとかできない感じよね。あ、本当ですね。なんかそうそうそう、ピタッと着て肩周りはちょうどいいです。そうなんで、まあ、サイズ1も着れんことはないけどっていう、まあ開けて着るんだったらいいけどっていう。うんうんうん。そうそうそう、ジャストで着るんだったらまあ割と2がまあベストかなっていう気がします。お、リュウセイさん身長どれぐらいでしたっけ？僕は175センチの60キロですね。ああ、でサイズ2で、はい、まあちょうど良さそうと。そうですね。もうめちゃくちゃちょうどいいです。そうだからあんまりこうビッグシルエットで作ってないんですよね。そうなんかここ最近は国内のブランド、まあ、タークとかもそうなんですけど、ちょっとこうワイド系のシルエットもあれば、もうほんとジャストサイズで作ってるっていうものもあるんで、結構なんかこうサイジングがこう サイズ感選びっていうのはなんかこう YouTube をやっぱ参考にしていただきたいなってめちゃくちゃ思ってます。そう意外となんかこう他のブランドでも割とジャストめに作ってるものもあれば、ゆるい系のものもあったりするんで、まあ、ちょうどなんかこうなんか細身に移行するタイミングなのかなっていう、サイジングがどんどんね少しちっちゃくなっていってる気がしますので、なんとなくまあファッションの動向としてですね。そうだからそこら辺とかはまあ分かりやすくね着用だったりとかっていうのはまあ動画でねお伝えできればなと思っております。じゃあちょっと全身の方をねもう一回ご紹介していきましょう。はい、じゃあ早速このシャツとパンツの、まあ今期のタークのね、まあ、メインデニムといえばこのトルネードデザインでしょう。いやーこれ斬新で画期的なデザインでしたね。そうなんですよね、まあ、梅のね紹介した動画の方もぜひ参考にしてください。はい、なんかそっちの方でなんか色違いとか、うん、あの素材の感じとかサイズ感とかどんな履き心地ですよっていうのはあのお話ししてるんで、よかったらこっちあるんで見てみてください。こっちですね。はい、はい、
まあ、今回このトップスと、まあ、トップスがメインの動画ではあるんですけど、パンツとのねこのバランス感っていうのをちょっと見ていただきたいですね、うん、僕パンツはサイズ1履いてるんですけどね、うん、なんかそういうところもあれですよね、結構あのアイテムによって使い分けてもいいですね、サイズ1履いたり上はじゃあ2にしたりっていうのは、うん、結構見え方はなんかこうスタイルとしてはなんかこうこの合わせしてもらいたいなっていう。でもね、あのよかったらねちょっとこっちの方にルックを載せておきましょう。ルックはねあのセットアップのねパンツフレアパンツ合わせてるんですよ。それもなんか色合いがすごいかっこよくて、あああのあれですね、あのミリタリーブルゾンのセットアップだった、あそうそのシリーズだったんですけど、めちゃくちゃね僕的にもこの合わせはおすすめなんで、まあ持ってるうちでねあの持ってる方は買っていただきたいですけどね、これすごいいいなと思いましたけど、もうまさにルックの合わせもめちゃくちゃかっこよかったですね。そうでもまあこういうデニムと合わせても上げてもすごくかっこいいので、こういう合わせはすごいおすすめでございます。はい、でなんかでこんだけのなんかこう作り込みに対してやっぱ俺はねタークはコストパフォーマンスがすごい高いなと思ってて、そうお値段がねこちらになります、49,500円。そう、うん、割とまあシャツの中ではねしっかりした値段ではあるんだけど、うん、てかバースデーではなんかシャツ5万って割と普通になってきてるんですよね。まあまあ最近そうですね、5万台のシャツもチラチラありますからね。なんか素材だったりとかその作り込みとか、うん、そういうものをなんかこう考えたら割と49,500円ってそんなに高くないんですよ、うん、そうただそのパッとしたね値段は割とあなんかこう今から洋服をね集めたいとかかっこいい服を揃えていきたい、おしゃれになりたいっていう方からするとなんかこう選択肢っていろいろ増えると思うんですよね、うん、なんかこう、まあ、5万、約5万あったら、まあ、2万のシャツと3万のパンツ買えるよねみたいな、うん、なんかそういうのもあったりするんですけど、割とここら辺はねなんかこうファッション初心者の方でもなんかこうおしゃれに着こなせる、もうほんとなんかこう大、なんて言うんだろうな、あの一軍っていうんですかね、いわゆるファッションの一軍としてね楽しんでいただける、あるいはなんかこうなんていうんだろう、ファッション自体のなんかこうまあ楽しめるというか、素材感だったりとかパターンの作り方、そういうのがね全部面白いアイテムなんで、そう結構なんかこうファッション初心者の方でも着てもらうと、あれそのシャツって何みたいな、そうファッションフリークの子たちは絶対に食いついてくるんで、そういう一軍シャツとしてね重宝していていただいてもいいのかなと僕は思っております。確かになんかこれ1枚着てるだけでなんかスタイリングが結構決まりそうですね。そうなんかまあサイジングが本当シャツなんで、アウター一番上のアウターとして着るね、うん、季節って言ったらもう本当なんかこうねあの秋口がメインになってくるとは思うんですけど、そうすごくねこれに関してはとにかくかっこいいシャツなんで、これは僕は値段がこのね49,500円でもこれおすすめしたいっすね、めちゃくちゃ、ね、今の時期は羽織でこう、うん、インナーの見え方とかも結構楽しみですね。そうっすね、冬場のこういうのコートのインナーに差し込んでみたりとか、うん、こういうもう全体的にねボタンを閉じた時のこのグラデーションの見え方っていうのもめちゃくちゃ独特なんで、確かに僕ボタン閉じるの結構好きっすよこれ。あ本当っすか、僕ねちょうどプリントで着てたんであれでしたけど、おー、こんな感じですよね。この感じがいいっすね、うん、そう閉じてみたらこういう感じの見え方になりますよという感じで、なんかこうボックスっぽい形だからなんかあれですね、シャツブルゾンっぽい感じにも見えるんで、そうなんです、使い勝手良さそうっすね。そうなんか割となんかこう T シャツの合わせだったりとかバリエーションをねちょっとこう増やしたあのスタイリングでお楽しみいただければなと思います。こういうねシャツはすごく一軍シャツだと思うんで、ぜひあの今のうちにねご試着いただければなと思います。はい、それではね今回はあのタークのコーデュロイプリントシャツ、こちらの方のねご紹介をさせていただきました。まあねあのタークはね今シーズンの秋冬はねもう今回ラストデリバリーがねあったので最後の、まあ、終わりだったんですけど、メインデリバリー自体はね、そうけどね今からがね秋冬は楽しめる時期で、でなおかつちょうどなんかこう寒い時期になってタック買おうと思っても絶対にないんで、ここら辺は絶対早めにねあのご試着あるいはご検討してみてはいかがでしょうか。はい、それでは今回はねこのこちらこの、今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。